先少し揺れます。愛媛の伝統工芸品、砥部焼、東北クラフト、水槽堂は、豊富な品揃えでお待ちしております。道後温泉駅より徒歩2分です。お風呂上がりに。さて、市電に乗車しまして、そして終点の道後温泉に至りました。やっぱりたくさんの観光客がいらっしゃいましたね。さて、この道後温泉の駅舎、なかなかですね、レトロな雰囲気なんですけれども、もちろんこちらが駅名表示ですね。道後温泉の駅の前身は、明治28年に開通したこの主要駅、道後停車場。一応ですね、この道後温泉の玄関口に位置していたそうです。結構歴史のある駅なんですね。まあ一応こういった駅舎と聞くと、近々訪れる予定の門司港駅なんかを彷彿とさせますが、門司港駅同様スターバックスもあります。こちらがですね、本当に1月3日お正月迎えたての道後温泉の、いわゆる本館に至るアーケード街。やはりですね、お正月らしくとてもですね、賑やかです。まあ通年この商店街はですね、お土産屋さんですとか食べ歩きフードのお店とか、結構たくさんのですね、結構ご当地要素の強いお店が並んでいて、結構ですね、観光客も多く集まっているので、まあ年間通して賑やかではありますけれども、やはりこの日は結構特別ではありましたね。観光地ではですね、だいたいお目にかかります杉陽公園ですとか、あとはですね、このシャレのわかる方へ金のうんこですとか、あとはですね、まあなんかやはりですね、まあ松山、愛媛県ですから、みかんを使ったスイーツのお店とか、また温泉街なのでプリンのお店とか、あとはですね、新しいなんかスイーツのお店とか、そういったですね、なかなか魅力的なお店が並んでいて、正直もう各駅停車の店舗間でもう全てのお店に寄って買い物がしてみたいと思うレベルです。さすがにそんなお金はないですけれども、ただですね、せっかくこちらに来たわけですから、何店かはですね、ちょっと食べ歩きといいますか、ちょっと楽しんでいきたいなと思っているわけですね。こういう大きいお土産屋さんなんかもありまして、もうそのままですね、もうここでお土産をもうまとめて買って、そしてですね、自宅まで送って、もうあとはもう手ぶら観光っていうのもなかなかありですよね。このみかんの木というお店もですね、特にもうこの松山のですね、このみかんのお土産がですね、たくさん並んでいるお店として知られていますよね。東海オンエアの旅行の旅でも登場しました、なんか高いオレンジジュース、みかんジュースを買っていましたね。本当に魅力的なお店が多いんですよね、この辺り。このおせんべい屋さんもなんか串刺しぬれせんとかありましたし、そしてですね、この先に一応ですね、この松山の有名なメーカー一六タルトのお店も、あるわけなんですけれども、一応その一六タルトのですね、スイーツをいただく前に、後ほどいただくんですけれども、一旦まずは現状の道後温泉本館の様子を確認。ちなみに先に言っておきますと、こちらはですね、2023年の1月3日撮影です。なので1年1ヶ月強ですね、前の様子ですので、こちらご了承ください。こちらの道後温泉本館は本来2024年度中の再開を目標としていましたが、早く工事が進んだことで7月11日に再開ができるようになったようです。この本館の近くにありますのが、先ほどもアナウンスしました、この一六タルトのスイーツを楽しむことができるお店。今回はですね、一六タルトを天ぷらにしたやつをいただきました。コーヒーとセットで500円、結構安かったですね。で、この一六タルト店がですね、えらく美味しかった。表面がちょっとサクッとしてて、中のあんこが非常にとろっとふんわりとしていて、このお塩との相性がマジで良かった。お塩がこれほどまでに生きるスイーツってなかなかないですよね。さて、ちょっと移動しまして、こちらですね、カンパチというお店だそうですね。
こちらはですね、缶詰のテイスティングを楽しむことができるお店です。店内には150種類以上の缶詰が一応ですね、あったりしまして、なかなかですね、こだわりの缶詰が揃っているようですね。まあ、愛媛らしく、タイを使った缶詰がたくさんありまして、テイスティングは1点350円から、今回は1点だけテイスティングをしてみようかなと思います。1点だけにするからこそ、この膨大な缶詰から1個を選ぶですね、作業がとても大変。だけど、だからこそ楽しい。まあ選択肢豊富ですね。まあ、この特にお魚を使った缶詰がかなり種類豊富で、しかもですね、一つ一つ全然違うテイストなんですよね。和洋中大体全部揃ってます。調理方法も異なりますし、またですね、まあ、みかんとかそういったですね、他の、まあ、松山のですね、まあ、松山というか愛媛県の、まあ、要はご当地食材が使われているものだってありますので、なかなか魅力的な選択肢が多い中、私はですね、結局天然マダイのみかんペッパーの缶詰を選びました。まあ愛媛らしいですからね。ちなみに左にありますのはサービスの鯛めしでしたね。鯛だしのご飯でして、まあ少量ではあるんですけども、ついてきます。こちらがテイスティングセット350円です。まあ、まず選ぶ体験が楽しかったですよね。でちゃんとですね、テイスティングしたこの缶詰も美味しかったので、そのままの勢いで缶詰そのまま買いたくなっちゃったんですけれども、本日は我慢ですね。代わりといってはこの缶詰の残ったこの調味液とこの鯛だしご飯の相性がまあ良かった。勢いに乗った私はこのですね、おっちゃん団子までいただいちゃいました。ちょっと移動していた時の様子ちょっと撮り忘れちゃったので申し訳ないんですけれども、1本だけしかオーダーしなかったのに、お店の方がお茶まで出していただきましたね。ありがとうございます。まあ、なんか結構食べ歩き楽しんじゃいましたね。とりあえず本館に戻ってきました。まあ、できればこの後本館のお風呂をいただきたい。一応ですね、こちらの外装を眺めながら移動していきます。なんか外装結構またなかなか特徴的なデザインしてますよね。なんか以前私が訪れた時は不死鳥のやつでしたね。まあ、なんかその時の方がなんか手塚治虫先生的なですね、世界観があっておしゃれで面白かったなと、綺麗さもあって良かったなって気はしたんですけど、これはこれでなんかアーティスティックで面白い。ただ残念ながらこの本館男性のですね、大浴場の整理券は残念ながら配布終了していました。やっぱりこれだけ人がたくさん訪れている日では、まあ、そうなってしまうのも仕方ないですよね。まあ、よって本日もう本館には入ることができません。まあ、なので私はちょっと移動しまして、このローソンの近くにあります椿の湯でしたかね、こちらをですね、利用していこうかなと思ったわけです。まあ、こちらも道後温泉のお湯を楽しめるわけですからね。こちらは入浴整理券ゲットしました。74番。まあ整理券をですね、配布しているということは、やっぱりこちらも結構にぎわっているというわけですね。待ち時間それなりにありました。まあ、道中はですね、まあ、いろんな、まあ、周辺のですね、まあ、結構見どころ多いので観光して暇つぶし、発見したこちらをですね、どうやら正岡式の句だそうです。正岡式はですね、明治28年先ほど紹介しました愚陀仏庵から帰郷している道中、大阪にて結核菌のためですね、左のですね、腰の骨が痛み出して、そこからですね、没年まではずっとこの足なへですかね、こちらの状態だったそうです。ただですね、この道後のお湯に浸かった途端ですね、この症状がですね、すごい良くなったそうで、本当にですね、この道後のお湯が魔法のお湯だというような、そういったニュアンスを含めていたわけなんですね。まあ、なんかいろいろ暇つぶしをしていたら、整理券がですね、まあ、一応使える時間となりましたので、早速入館しました。待ち時間すごい伸びていましたね、男性だけ。いいお湯をもらいました。実際入湯している方多かったですね。まあやっぱり道後温泉、まあ、温泉地に来たわけですから、まあ、少しぐらいはお湯をもらっていきたいなと思ったわけですね。
まあ、残念ながら本館に入ることはできませんでしたが、まあ、それはですね、まあ、全面再開した時のお楽しみにしましょう。まあ、この時はですね、まだ、まあ、有名な側転巨視化とかも見れなかったので、まあやはりですね、完全体に戻ってきた時のことを楽しみにしようかなと思います。さて、この本館からちょっと離れたといいますか、ちょっとですね、上の方に登ったところにですね、こうやって足湯がありまして、結構こちらも賑わっていたんですけれども、こちらからはですね、まあ、一応この時間は夕方だったので、この夕方の時間帯の、まあなんていうかな、そろそろ旅館にチェックインしようかとか、そろそろ晩ご飯だねとか、そういったですね、雰囲気の街の明かりの様子をですね、眺めることができます。本当にそんな雰囲気でしたね。こうやって見るとたくさんの温泉旅館とかホテルとかが並んでいて、やっぱり有名温泉地なんだなぁと実感することができますよね。やはりですね、先ほどのアーティスティックなこの本館のこの壁のですね、イラストも夜になるとまた印象が変わります。一応本館の紹介、こちらが今修理中なんですね。これは営業中、まあ、ただですね、もう中入ったらすぐに脱衣所にいたり、そしてもうすぐにお風呂っていう、まあ、そういうですね、まあ結構ですね、まあ、シンプルな動線というか、なんか奥底まではいけないような感じではありましたね。玄関塔が修理中、まあ、この辺りが特に道後温泉本館のですね、まあ顔と言えるような面ではありますよね。一応こちらの内容では、令和6年度、つまり今年ですね、いよいよ12月末に完了予定になっています。どうなんでしょう、予定通りにちゃんと工事は進んでるんでしょうかね。いやー、どうなんですかね、まあ、少なくともやはりこの時の様子を見るに、やっぱり年末年始はたくさんの方が訪れるので、それまでにはやっぱりこの本館はですね、復活しておいた方が良いとは思いますよね。まあ、多くの方はですね、1階を利用されてますが、2階がなかなかまた印象が違うといいますか、特別感があるんですよね、2階の方が。まあ、なので、まあ、特にこの2階は貸し切りエリアとかもありますから、そういった意味ではやはり大事なものであるとは言います。さて、もう完全に日が落ちてきましたね。まあ暗くなってきたことですし、ぼちぼちこの道後温泉を出ようかなと思います。こんにゃくシャボンもあるんですね。こんにゃくシャボンは本当にもう今では観光地ではもう当たり前のように見る、まあ、本当に先ほど紹介した杉養蜂園同様、当たり前のような存在になりましたよね。10年ぐらい昔はそうでもなかったんですけどね。さて、こちらがですね、道後温泉の駅前、まもなくですね、まあ、ちょうど6時とか7時とか、まあ、要は霧のいい時間になりそうなので、からくり時計が見れそう。さて、こちらはですね、坊ちゃん列車の車体ですね。坊ちゃん列車はですね、まあ、私が、まあ、この後利用予定の通常の路面電車と異なりまして、まあ、本当にですね、観光列車としての様相をなしておりまして、結構ですね、意外と運転日は少なめです。まあ、乗車難易度はかなり高いんですけれども、まあ、せっかく松山まで来たからには乗っておきたいものです。まあ、この日は残念ながら運転の予定はなかったようですけれども。さて、私が乗車予定のやつの1本前の列車が出発していきまして、もうぼちぼちこのですね、駅の中に入りましょうか。ちなみに余談なんですけれども、本日はそうですね、坊ちゃん列車はこのように運転はなかったと
あったにしてもこのように本数は少なめですね。1回の乗車1300円とまあまあかかりますが、ただなかなか満足度の高い体験をできそう。ごっちゃん列車ミュージアムっていうのがありますので、こちらで見るのが一番お手軽なんですかね。一応こちら無料で見れるそうですね。さてこちらがですね、伊予鉄の路面電車、こちらに乗ってしばらく移動していこうかなと思います。ちなみにこちらの路面電車、1日乗り放題券もありますね。まあ、松山市をですねぐるぐる観光する方にはこちらをですね購入するのをお勧めします。本日私はですね、まあ2回しか乗車予定なかったので買わなかったんですけれども、結構ですねこの1日乗車券はおすすめであると言えますね。一応このですね伊予鉄の路面電車は環状する路線と、まあ、あとはですねこの道後温泉のエリアみたいにちょっとこうなんていうか、その環状路線からはこう突き出た一本路線なんかもあったりしまして、なかなかそのあたりをですね回るだけでも松山市は楽しめそう。これは乗り換え券ですね。一応ですね特定の駅では一応このように他の接続列車は他のですね路線に乗り換えるときに限り、こういうですね乗り換えの券を用いて、そしてですね乗り換えた後の電車はまあ、お金を払わずにこの券を購入するだけで良いというようになっています。さてこちらに乗車していきます。こちらの方がなんかレトロな雰囲気の車両ですね。まあ、いかにも路面電車って感じです。まあ、私都電荒川線とかも乗ったことありますけれども、都電荒川線の、まあ、特に私が幼少期だった頃の車両は特にこのような車両の雰囲気だったのでなんか懐かしい。こちらに乗車しまして、そしてですね、降りました。さて、ちなみにこちらの電停はですね、まあマジで周りには何にもないんですけれども、茅町6丁目という電停だそうです。こちらの電停からしばらく歩きまして、本日の晩ご飯をいただきに行こうかなと思います。本日の晩ご飯はですね、本当に全然ご当地感のない、冷凍のグラタンに、まあ、あとはパスタとか、まあ、そういったものを食べようかなと思ったんですね。まあ、というか食べたいなって思ったんですよね。たまにはこういうですねご当地感とか関係なく食べたいものをただ食べるというですね欲求を満たす日があってもいいんじゃないかなと思ったわけです。いやまあ、今全く松山と関係のない晩ご飯をいただいたんですけれども、さっきのセブンスターですねでスーパーのイートインスペースですねいただいたんですけれども、まあ、やっぱりなんかたまにこう食べたいものをスーパーでも好きなだけ、まあ、予算とかもある程度決めてますけど決めて、でもう本当好きなのを買って食べるっていう日、もう本当ご当地グルメとか関係なく買って食べる日っていうのはあってもいいんじゃないかなって気にもなるんですよね。まあ、というのもちょっと私結構ご当地グルメフェスとか、まあ、ちょこちょこ行くんですけれども、なんかこう美味しいものはめちゃくちゃ飛んでるんですけれども、どうしてもこうお肉とか海鮮、あとはそば、ラーメン、うどんとか、まあ、そういったあたりにちょっとご当地グルメっていうのはまあ、その革新的な部分っていうかな、その特にこの料理はどういった部分が売りなのかとか、そういったものに迫っていくとどうしてもそのあたりにこう収束してしまいがちな印象ではあるんですよね。ふるさと祭り東京とか、まあ、一応今年復活するらしいですけど、本当ね見てみるとやっぱそうなってるんですよね。まあ、だから逆にこういう、まあ、スパゲティとか、本当スパゲティなんて本当高崎パスタぐらいしか本当ご当地スパゲティで私わからないですから、だからまあすごいなんかこういうのいいですよね。さてマックの滞在も終わりまして、いよいよですね今回の日本縦断旅行四国編は
終わりを迎えようとしています。この後は防御フェリーに乗車するわけなんですけれども、一応防御フェリーは、三津浜港から出ておりますので、一応ですね、郊外列車に乗りまして三津まで移動する必要があります。なるほどですね、その駅まで向かおうかなと思っているわけですね。今ちょっとファミリーマートでお金を下ろしてたんですけれども、だんだんってなんかありがとねって意味ですけど、なんか感謝されましたね。ありがたいですね。本日で四国編は終了ですから、なんか名残惜しい気持ちになりますね、こういうの聞くと。確かにこういうですね、体験をするとなんか旅が一つ終わりを迎えるんだなと、そういう気持ちになります。さてこちらがですね、230円のこの郊外列車のこの乗車券、これはですね、鬼怒山駅ですね、こちらからしばらくですね、郊外列車に乗車しまして三津の駅まで向かうというわけです。しばらく待ちますと、この郊外列車高浜駅がやってきました。ちなみに高浜まで行きますと、広島に抜けるフェリーに乗船することができますね。本日は関係ないんですけれども、このオレンジの車両に乗りまして三津まで向かうというわけです。明日からはですね、また山口県、要は本州に戻って観光していく予定なので、それに備えて本日はですね、三津に移動して、そしてそのまま防御フェリーに乗っていこうかなと思ったわけです。本当にですね、辺りは真っ暗、なんかちょっと車窓でですね、こういう感じ、住宅街が見える程度ですね。少なくとも旅行者がですね、一人ぼっちで降り立つようなところではないような、そういう印象は受けました。降りなきゃいけないわけですけれども、なんかでも一曲のところ、私のこういう旅行動画において一番なんかこう自分らしい旅行動画のあり方を一番アピールできるのって、結局こういう全然旅行っぽくない映像なのかもしれないなと思いますね。どうなんでしょう。とりあえず三津の駅に到着、こちらから歩いて防御フェリーの三津浜港に向かうわけです。この辺りも日中は商店街として賑わっているんですかね。夜なのでさすがにこうやってもう人の気も感じず、静寂な様子、寝てるんでしょうね皆さん。さて道中ですね、ラムーンを発見しました。私実はラムーンをですね、見つけたこと自体初めてだったし、当時私そもそもラムーンを知らなかったんですよね。ちょっと今ラムーン出てきたんですけれども、あんまりちょっとラムーン出て終わって来て終わった後、ちょっとビデオカメラ回すつもりなかったんですけど、当初はですね、ちょっと安いですね、ラム、本当めちゃめちゃ安かった。玉うどんですかね、1食17円ってすげえな。で購入品なんですけれども、ちょっと商品をですね、ちょっと今ポジション的にお見せできないのはちょっと残念なんですけれども、明日の朝ごはんが三角蒸しパン、白レーズン入りっていうのに魅了されて、ちょっと魅力を感じて買いましたね。これ3割引きありまして、多分67円とか6円とかそのぐらいで、ちょっと誤算だったのがですね私今ちょっとおはぎがどうしても食べたくて、ちょっとおはぎ安く食べられないかなと思ってたんですけど、あそこのランプあったんですよね。確か98円で2個入り、最高かよと思っちゃいましたね。うちの近所にできないですかね。ラムーって今では坂上忍さんとかのテレビ番組とかで紹介されてた感があったしか、それがきっかけとなって、あとは YouTube とかですかね、そういうのがきっかけで結構知られるようになったんですけども、当時はそれほどでもなかった時期じゃなかったかな。良いものを見つけられたなというような満足感に浸っていると、三津のですね、三津浜港に到着しました。こちらが三津浜港の中の様子、もう乗船券は買いましたね。こちら柳井行きのこちらの乗船券ですね。ただこちらですね、当初私は深夜確かに2時ぐらいの出発のやつを狙っていたんですけれども、これ買うのやめました。
一本早いのにしたんですね。その理由がですね、こちらの三津浜港、この待合所が封鎖される時間があるんですね。この時間はどうやら完全に封鎖されるみたいで、完全に私この時間にここで寝る予定で考えていたので、いや危なかった、気づけてよかった。一応この券売所の方に教えていただいたんですけれども、どうやらですね、屋内の方はずっと開いているようなので、まあ、夜通しこのターミナルで寝るんだったら屋内の方がいいですよと、まあ、お伝えいただいたので、もうとっととその通りにします。危なかった、まあ、なので想定より早い時間にこの屋内へ向かうフェリーに乗ることにはなりましたが、まあ寝れるなら OK です。さてこの深夜のですね、このフェリー乗っていきたいなと思います。いやーなんか他の乗船客も全然いなくて、いかにも深夜フェリーだし、このですね静かな雰囲気です。一応ですね、この後船内のですね探検も含みますので、楽しんでいただけたらいいなと思います。一応こちらのフェリーはですね、2等室とか1等室とか、なんかそういうグレードみたいなのはですね、全然分かれてはいなかった気がしますね。全員このですね、共用スペースで過ごすことになります。コンセントあるのいいですよね、ありがたい。私この後パソコンを使って作業がしたかったので、こちらでコンセントを借りることにしました。あ、ちなみにこの金魚はですね、一応このあとですね向かいます屋内がですね、こちら結構ですねよく見られるものになっていますので、まあこちらをですねこのフェリーでもう早速楽しんでいこうというようなものになっているそうですね。あ、これあれですね、ラムーで購入しましたおはぎです。まあ、できればあんこのやつが良かったんですけれども、まあきな粉も私好きなのでオールオーケーです。2個で100円って相当安いですよね。なんならこれでもうお腹いっぱいになっちゃいますよね。こちらがですね、ゴロンと寝れるエリア、結構ですね、まあ、ゆっくり休むことができるエリアもあったりするというわけですね。いよいよ出港です。さてこちらからですね、いよいよ四国三津浜港から本州山口県の柳井港まで向かうことになります。なんかこの辺りはどちらかというとなんかグリーン車みたいな、そういうゆったりとした座席が並んでまして、でこの辺りはなんかいかにもサロンって感じの、そういうなんかこうソファーとかが並んでますよね。一応移動時間は2時間半なんですけれども、なんかいろいろと楽しむことができそう、まあなんか休むにしてもいろんな休み方のパターンが取られそうですよね。あ、このゴロンとするところにもコンセントあるんですね、これはありがたい。まあ、ただ私、まあ、結局柳井港に着いてからもターミナルでゴローンとする予定にはなっていますので、まあ、結局この移動時間2時間半の間はパソコン作業をするに集中することにしました。さて2階にはどうやら展望サロンがあるみたい、まあ、先ほどもアナウンスしたようにこちらのフェリーには追加料金のかかる部屋っていうのは一切ないので、まあ楽しんでいこうかなと思います。確かにサロンって感じですね。確かにここでなんか洋酒とか飲んだらすごい楽しい雰囲気になりそうですが、ちょっといかんせん他の乗客がいないので、ちょっと一人でここで洋酒を飲んでも寂しいだけだなぁまあてか一人でサロンいてもなんか寂しいだけなんで、もうとっとと後にしました。私はこの時あれかな、卒論を書き上げていたんですかね。なんか結構深夜まで頑張っていたんですかね。まあ旅行をしていたから仕方ないっていうのもあるんでしょうけど。さて四国編も終わりまして、いよいよですねまた再び本州に戻ると、この金魚さんたちを見てるとまた本州に戻るんだなという気持ちにさせてくれますね。あ、私頑張って作業してますね。まあ、おかげで今こうやって卒業できたわけですし、まあ眠そうにしてますけど、まあよく頑張ったと思いますよ。
まあ、眠くなった時はですね、やはり外の空気を浴びるのが一番です。フェリーからの景色、まあ、真っ暗なので何にも見えませんが、まあ、この海風にですね、当たることができるだけでも OK です。全然他の乗客がいないので、こうやってのびーっと開放感をですね、楽しむことにしました。開放感を楽しんだおかげで結構すっきりしましたね。作業再開です。おかげでですね、まあまあ作業をはかどりました。そして2時間半ほどのですね、乗船時間も間もなく終わり、いよいよですね、本州が、まあ、真っ暗なので、まあ、見えてきてるってわけではないんですけれども、まあ、近づいてきているというわけですね。ちなみにこの時の時刻がだいたい午前1時30分ぐらいですかね。まあ眠たい時間帯ではありますが、まあ、せめてターミナルビルまではなんとか持つようにしましょう。頑張ろう頑張ろう。あちらがですね、まあ、終着地といいますか、目的地か、柳井港です。いやー、頑張って着きましたね。やはり深夜なので、こうやって明かりは少ないわけですけれども、まあ間もなくですね、このターミナルでようやく寝れるわけですから、早く寝たい早く寝たいという気持ちがあったんでしょうかね。1時44分にこちらの柳井港に到着しました。結局のところこうやって車とかもなく、単純に足で乗って足で降りた人っていうのは、私含めても片手で数えられるぐらいしかいなかったんじゃないですかね。こちらに乗っていたのは、こちらが柳井港、一応ですね、 JR 西日本の山陽本線のこの柳井港駅がマジですぐ近くにあります。ただ当然最終は終わっていますので、まあ、このターミナルビルでですね、仮眠を取って翌朝のですね、列車がやってくるのを待つというわけですね。こちらが柳井港のポートビルだそうです。確かにこっちの方がなんか座席とかも充実していて、まあ、寝るのにはちょうど良さそう。まあ、とは言いつつ、結局こちらで寝ていた人はマジで私しかいなかったですね。なんかちょっと恥ずかしい。こういった感じで柳井にはそれなりに旅館もあるようですから、まあ、こちらを利用されていたことでしょうね。私はこうやってスマートフォンをですね、操作して暇つぶししたり、そして眠くなったらですね、座席にゴローンと横になって寝たりと、割と自由な過ごし方をしてました。この時あれですね、翌朝のてか翌朝以降の観光プランを立てていた頃でしたね。これは確かにしないとダメですね。旅行ですからね。まあこのですね、フェリーの券売窓口も当然ですね、まあまだまだ出港まで時間があるタイミングだったので、窓口に人はいませんでした。というわけで、本日って言っても、もう完全に日付またいちゃいましたけれども、工程は終了でございます。で、本日、まあ、今ですね、山口県の柳井港にいますと。で、本日はですね、この後、まあ3時間後ぐらいですかね、に行動開始しまして、で、まず最初にですね、まあ、今結構頑張って、一応ですね、なんだっけ、 D マガジンか、最近ちょっと今これ無料期間中なので、それのルルブを見て、まあ、なんとかちょっと今プラン立ててたんですけれども、まあ、なんとかですね、立て終わりまして、まず最初に宇部新川を目指していきますね。宇部新川は新エヴァンゲリオンの聖地として有名ですからね。こちらでですね、本日ちょっと昨晩かお風呂に入れなかったので、まあ、道後温泉には入ったんですけれども、ちょっとシャワー浴びたいなということと、まあ、あとはなんか聖地巡礼的なところがあったら面白いなというのと、あとなんかエリアすごいなんかアート作品とかがすごい多いらしいので、そういったものを楽しんでいきたいなというのがありますね。で、なんかね、こう宇部新川の駅を降りて、その次にやってくる列車が1時間後なんで、
なので快活クラブで30分でもうどっとと撤収して戻る感じでちょうどいい列車があるなと思って、その列車でちょっとプラン立てていたらですね、上でですね接続が悪くなるということが分かりまして、だから1本スルーしてその次の電車で行くということにしようかなと思ったんですね。でその場合快活クラブの滞在時間をもうちょっと長く取れそうな感じなんですよね。なのでさっきラムーで買ったこいつですね、こいつはですねちょっと消費期限が1月4日なんですけど、ちょっと、1月5日の朝でもまあいいかなって感じで今いますね。とりあえずそんな感じですね。でその後調布ですね、城下町調布に行きまして、でその後下関、ちょっと余裕があったら関門トンネル人道口のところから御裾川ですね、そこからですね、九州にいよいよ渡って、ついでに門司港もちょっと観光してから、一応ですね明日は最終目的地ですね、もう一応もうすでにゲストハウス取ってるんですけれども、小倉を目指していくという感じです。いや眠い中よく観光プランまとめ上げましたね。まとめ上げたおかげで安心して寝ることができましたね。よかった。さて一応この時が午前2時半から3時ぐらいかな、2時間ぐらい仮眠を取りました。おかげで体もですねちょっと回復できましたね。でこの蒸しパンどうしようかって思ったんですけれども、翌々日の朝ごはんに回そうかと思ったんですけれども結局食べました。今となっては食うんかいという感想しか出てこないですけれども、なんかお腹空いちゃったんでしょうね。というわけで本日もですね頑張ってまいりましょう。記念すべき第40日目のスタートです。寒っ、寒っ。